ベルンハルト・デルンブルクはドイツの政治家、銀行家、ジャーナリストで国民自由党所属の帝国議会議員だったフリード・リヒ・デルンブルクの息子、民法学者のハイン・リヒ・デルンブルクはおじ、ドイツ銀行をはじめとする様々な銀行で勤務した後、1889年に会計事務所ドイツ信託会社のディレクターとなり、1901年には ダルムシュタット商工銀行に役員として移籍した。デルンブルクは早くから企業を再生化としての名声を得た。1901年にフーゴー・シュティンレスと共同して利益を出せない様々な企業を合併させてドイツルクセンブルク工業精錬 AG を設立した。同社はその後すぐにドイツ最大の工業コンツェルンの一つになった。デルンブルクは DL やフェニックス最高精錬 AG など、重工業界の多くの企業の取締役会で職を得た。1902年、ケルンのチョコレート会社、シュトルベルク兄弟、オグオ株式会社へと組織変更する仕事にも参加した。以前アメリカで優先株を買い集めた経験から、シュトルベルクの時も、この株式制度が導入されたのである。この組織変更の際、デルンブルクは、 ダルムシュタット銀行と共同して指導し、シュトルベルクの取締役に就任した。1906年政治家に転身し、はじめ連邦参議院のプロイセン代表となり、1907年にはドイツ帝国の初代植民地層となった。デルンブルクの名前はドイツ植民地政策の本質的な改革者としてよく知られている。第一次世界大戦後、ドイツ民主党の創設に加わり、 1919年から翌年まで開催されたバイマル国民議会に参加した。1919年4月17日から6月20日までフィリップ・シャイデマン内閣の増省と副首相を務めた。1920年から1930年まで民主党議員として活動した。デルンブルク・バーゲン1907年にダイムラー社が制作した自動車である。1903年に オランダのスパイカー社が来年期間を持つ最初の前輪駆動車を開発したのに続く日常の移動のように供する最初の前輪駆動の自家用車であるベルンハルト・デルンブルクにちなんでデルンブルクバーゲンと名付けられた1908年デルンブルクはこの車をかつての植民地南西アフリカに持ち込み走らせたその後現地の警察用車両に使用され1910年までに 1> 約一万キロ走行したと言われている。ありがとうございます。